ガイアナの軍事では、ガイアナの軍事組織について述べる。2007年時点で、総員1100人、予備約670人。ガイアナ国防軍は、1965年11月1日に、創設され、イギリス領ガイアナ牛部隊、特別任務隊、イギリス領ガイアナ警察隊及び、一般市民を母体に構成された。訓練の援助は、 イギリス人教官により提供された。ガイアナ国防軍は国土防衛のみならず国内の秩序維持及び経済発展などその資機材をガイアナ国民のために運用する。例として公兵部隊は道路や滑走路の建設、救急医療飛行などがある。軍への入隊は士官、兵卒ともに士官からなる。また、 イギリス連邦カリブ海諸国軍の兵士の訓練も受け入れている。ただし、士官の教育訓練はサンドハースと王立陸軍士官学校と海軍兵学校で行っている。国防軍は民政支援や民兵組織及び外山義勇兵役制度のためにその技術や訓練を活用する。陸軍は現役900人、予備役500人からなる。 部隊は一個不評大隊、一個公平大隊、一個特殊作戦中隊、一個支援中隊、大統領警護隊などがある。この他に、現役100人、予備役170人からなる海軍、100人からなる空軍がある。準軍事組織としては1500人規模の民兵組織がある。ジョージタウンとバハマニュープロビデンス島に基地を有する。ありがとうございます。